まあ上が横向きですね、はい、で下がこれはうつ伏せです、はい、で前の写真を持ってきたんだけど、多分これ上は横向きですけど、これは仰向けで撮ってると思います。この時はね。今日はちょっとうつ伏せなの撮りやすかったんで、うつ伏せで撮りました。で、何を見たいかっていうと、頭、胸、はい、心臓、はい。で、これが肺です、はい。この時は頭、胸、心臓、肺。はい、心臓大きくなってます。で、肺が小さくなってる。はい、正面で見た時ではちょっとポジションが違うから分かんないんだけど。はい、まあでもそれなりに大きいですよね。ただ心臓が大きいので心配なのは肺水腫って言って、それは安静時呼吸数が早くなる、寝てる時のね。それはなさそうだけど、なる前兆かもしれないです。でまたそれになるとでもね、極端に動きが悪くなる、元気なくなっちゃう。だからなりかけかもしれないんで、それの治療をしますね。であと飲み薬にちょっとその辺を要は心臓の機能を高めたり、はい、要は心臓の収縮力を高めたり、血管をちょっと広げて血の流れを良くしたりする薬をちょっと追加で入れさせてもらいますね。今までは入れてなかったです。でお腹はね、違う子みたいなぐらい大きさが、ね、まあよく食べてるからでしょうね。で、まあ、これだとさ、子宮が腫れてくるとすりガラス状に見えるんだよね。この辺がちょっとすりガラス状っぽいね。でこの辺ちょっとガスが見えるんですね、あの腸にはね。でも全般的にガスがあるからね、これはもううつ伏せでちょっとこの辺がガスがないけど、あとは全般的にガスがあるからさ、そんなに子宮がめちゃくちゃ腫れ、レントゲンで映るほど腫れてるような感じは正面ではしない。横向きで見るとちょっとここら辺がなんかちょっと、これだけでは何とも言いづらいですけど、まあ、どちらにしても申し訳ないけど手術の適用になる子じゃないんでね、はい、薬でちょっとまあごまかすって言ったらおかしいけど、はい、少しでも楽に長生きするということが目的なんでね、はい、それでやってきます。であと食欲とうんちよく見とってくださいね、はい、食が落ちてきたらもう流動食を早めにやった方がいいんでね。あ、はい、今はスプーンであげてる。あ、やってましたっけ。はい、スプーンではあげて、スプーンで、うん、全然自分で食べるので、うん、いいですよ。